これについて次の問いに答えなさいということで、丸1、それぞれ何と呼ばれていますか。丸2、それぞれに関係の深い植物を選びなさい。丸3、それぞれに関係の深いものを選びなさいということで、まずは1月の7日です。こちらは人日ということで、七草がゆですね。最近では七草がゆを食べるという習慣、少なくなっているというところはあるかもしれませんけれども、正月明け1月の7日七草がゆを食べます。そこのところを押さえていただきますと、回答の方はですね、丸2のところ春の七草、丸3のところが、かゆというような形で選んでいけるということですね。そして3月3日ですね、こちらについてはひな祭りということになります。ひな祭りは今でも、結構祝われているのではないかと思いますけれども、ひな祭りの時に備えるものということで、桃の花、備えるということですね。ひな祭りでひな壇を飾るかと思いますけれども、そこに桃の花がある、そして白酒がある、ひし餅があるというところですね。皆さんも見たことがあるのではないでしょうか。ひし餅、ひし形をした餅ですよね。ひな壇を飾るときには実際にお餅というわけではないかもしれませんけれども、お餅をかたどったひし形の、装飾をね、飾るということがあるのではないでしょうか。そして5月の5日ですね、こちらについては端午の節句と言われますよね。子どもの日というやつですけれども、関係の深い植物、そして関係の深いものということで、子どもの日、菖蒲ですね。そして鯉のぼり、武者人形、ここのところが、子どもの日に関係してくるということですね。鯉のぼり、ここのところは、イメージしやすいのではないかと思いますね。そして菖蒲の花、この時期の花だということになってきますね。そして7月7日、こちらが七夕ですよね。七夕では竹が関係してきます。育った竹ですね、竹に、願い事を書いて、短冊を飾るというようなことをするかと思いますけれども、ここでは植樹、兼業、植樹、失礼しました、植樹、兼業ということで、織姫と彦星というやつですよね。七夕に、会いますよというようなところがありまして、関係の深いもの、植樹と兼業ということですね。ちょっと字が難しいですけれども、織姫と彦星が年に1回空で出会いますということですね。そして9月の9日、
重陽の節句ということで、重陽の節句には、重陽の節句、菊の節句とも呼ばれます。重陽といえば菊だよというところで捉えていただきたいと思いますね。菊の節句とも呼ばれます。そして、関係の深いものということで見ますと、絵の菊酒ですね。ここでも菊という言葉が出てきていますね。重陽の節句は菊の節句だよというところで押さえていただきたいと思います。というところで問いの2のところですね、以上ということになりますね。5節句それぞれ、このような形でね、大切な関係するものなので、ものなどしっかりと押さえておいてください。